ね。こんな気持ちのいい日に教室に閉じこもってるのはもったいない。まあそうだね、あの密閉された空間にいるのはお断りかな。今日はここで自由授業なんちゃって。入り口から足音、裏に隠れよう。誰か来る。おっと、ちょっとラン、腕引っ張らないでよ。はあ、言ったかな。言ったみたいだね。なんか懐かしかったね。昔もこんな風によく一緒に隠れてたもんだよ。うんうん、そうだっけ。もうランってば。あったよ、こういうこと。っていうかさ、ランはわざわざここに来てサボってるのに、人が来たら隠れるってなんか変じゃない？一人になりたくてここに来てるんだから仕方ないでしょ。別に怒られたくないわけじゃないし。ふーん、一人になりたくてか。教室はあまり好きじゃない。雑音が耳に入るし。その点ここはいい。邪魔な音は何もないから。ん？ってことは私ランの邪魔しちゃった？何邪魔って。別に何もされてないけど。だってランは一人になりたかったんでしょ。でも私が来ちゃったわけだから。お邪魔なら教室戻ろうか。別にいてくれていいけど、特別だし。特別？ねえラン、今私のこと特別って言った？そんなこと言ってない。言ったよね。別にいてくれていいけど特別だし。で、どうしちゃったの？いきなりそんなこと言い出して。ラン大丈夫？大丈夫ってどういう意味だし。それに特別ってそういう意味じゃないし。じゃあどういう意味なのかね。モカちゃん先生に説明したまえ。この場所が特別って意味で、そのモカが特別っていう意味じゃ。モカと二人でサボれて嬉しいとか別にそんなこと思ってないから。その変に誤解しないでよ。どういう意味かもっと説明プリーズ。だから特別な場所にモカと一緒にいられることとか別にそんな嬉しいことでもないし、本当は一人でここにいるの寂しかったとかそういうのでもないってこと。ラン寂しかったの？だから違う。言ってくれればいつだってここに来るのに。あ、雨の日はお断りだけど。雨の日は私も来ないけど。じゃあそれ以外の時はここで一緒にサボろうか。は？だからさっきの話聞いてた？特別っていうのは本当にこの場所のことで、そのモカのことは。はいはい、わかったよ。もう慌てちゃって可愛いんだから。慌ててないし、あと勝手な解釈しないでよ。はーい、じゃあランの言葉のあやってことにしておこう。ふっふっふん。何ニヤニヤしてるわけ？別に、ただ今日はここに来てよかったなと思ってさ。なんか気分いいからこのままお昼寝しようっと。お昼になったら起こしてね。それじゃあラン、おやすみ。